モカ太郎の動画。はい、こんばんは、モカ太郎です。ただいま夕方の5時でございます。ちょっと聞いてください。私あの喫煙者でして、アイコスというものを愛用しているわけです。はい、これね、なんでゴムついてるか教えてあげるね。まずゴム外すとパッカーンとか開いちゃうんだよね。これ普通はパチンってやればここのロックで開かないようになるんだけれども、だからここのボタンをポチッと押すとパカンで離して閉めるときはパチンっていう構造なんだけれども、ここがねおかしくなっちゃったんだよね。なのでスペアパーツでちょっとここ直します。はい、ということでこちら封筒の中にね、スペアパーツが入ってるの。すごくちっちゃいパーツなんで、ちょっと見てみましょう。あ、すごい良心的。ちょっとこれ見て。ちょっとごめんね、ここ破れちゃったんだけど、直し方がちゃんと図になってる。優しいね。じゃあこの通りに直せばいいってことか。はい、じゃあこちらがスペアパーツになります。これね、このちっちゃいパーツだね。これ出していきましょう。はい、じゃあスペアパーツなんですが、すごいちっちゃいね。で、この一番左のところを少し上に反らすんだって。反らすね。これぐらいかな。はい、それでね、これが自動的にパッカーンと開いてしまった。ここにさっきのスペアパーツ、これね、これを差し込むみたい。はい、じゃあ反らした方をこのボタンにこういくように上から差し込みます。その時にこのボタンを押しといて、ここにね、こう空間ができるの分かるかな。押すとこの空間にこれを差し込むみたい。ちょっと入れていくね。え、え、これめっちゃ難しいじゃん。マジ？ここのパカンスイッチの上にもうこれがかぶさるような感じになるみたい。だからね、このボタンをものすごく強く押し込んで、これをガチーンって中に入れる感じだね。うわ、すげえ難しいこれ。はい、見えるかな？ここ、わかる？ボタンの上に、このスペアパーツが挟まってる感じ。これをさらに下にガチャッとやるからね。え？ちょっと待って。あ、これ逆だ。逆だ。これ逆だ。マジか。マジ？こんな難しいのこれ。嘘でしょ。ね、ちょっと今年一番なんかがっかりしたんだけどさ、ちょっとこれ見てほしいんだ。スペアキーを差し込んだまではいいんだよ。閉まったんだけど、ここすんごいなんか出っ張っちゃってるんだよね、これ。指に引っかかるし、しかもすごい力でこのボタンを押してこのスペアパーツを滑り込まさなきゃいけないから、ボロボロになっちゃうんだよね。しかもこの金属柔らかいんだよね。で、最後、開かなくなる。あはは、開かなくなっちゃったぞ。どういうことだ、これは。マジで。スペアキー外れた。はい、スペアパーツこんな感じで私のアイコスのボタンがボロボロになってしまった。うん、なんか説明書を読めばそれなりにできるんだろうけど、その前にね、力かなり使うからこのスペアパーツがぐにゃぐにゃ曲がってくんだよね。まあ、これ買えばわかると思うんだけど、まあ、私ゴムでいいや。これえ、ちょっと、微妙だよ、これ。